皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。ということでですね、私最近やっておりませんでした、こちらのバスモッドがですね、なんと最新版がこの間出たということで、つい先週ですね、9月24日こちらですね、パッセンジャートランスポーテーションモッドということで、こちらね、まあまた概要欄の方にですね、こちらリンク貼っておくんで、こちらの方飛んでいただければなと思いますけども、こちらの方ね、私もまだ更新してないので、リアルタイムでちょっと更新しながらご紹介していきたいと思います。もう多分3回目なんで、入れてらっしゃる方はわかると思いますけども、こちらのですね、作ってらっしゃる方の YouTube のリンク貼っておきますんで、ロリントラッカー名前変わりましたね。で、ぜひフォローしていただいて、私もフォローしてるんで、最新のね、情報ゲットできますんで、制作者様ね。で、上の方にですね、こちらダウンロードパッセンジャーモッドってございますので、こちらの方ね、ぜひクリックしていただければなと思います。はい、クレジットもね、こちら載っておりますんで、ぜひチェックしてみてください。で、バス、ロシアのバスなんですけども、ロシアのバスのモッドもこちらございますんで、で、こちらクリックします。モッドベースですね、何回かクリックするといけるんで、で、これは出てきたものは消しちゃってください。あ、始まってますね。何回かクリックすると始まりますんで。はい、ということでこちらダウンロードの方終わりましたら、またドラッグ&ドロップでデスクトップに持ってきていただいて、で、そうしましたらこちらの方回答しますと、はい、で、回答しましたら中に SCS ファイルが2つございますので、で、こちら注意点がございまして、 1.45 と書いてあるものをこちらの方ですね、まあ更新する方、初めて入れる方はいいんですけど、更新する方はですね、ぜひ入れ替えなくてはなりませんので、よいしょ、まずこちらですね、2つ取っていただいて、この中に入れちゃいます。で、片方はファイル置き換えちゃってください。 1.45 って書いてない方ね。で、パッセンジャーなんで P ですね、 P を探して、はい、ありましたね、パッセンジャーヨーロッパが2つあるんで、パッセンジャーヨーロッパを消しますと。で、これイベリアはプラスされたものなので、こちらはもしかしたらアドオンに入ってるかもしれません。で、リードにとりあえず1回見ましょう。あ、イベリアありましたね、メインモード。はい、といつものごとくロシア語が先に来ておりますけども、下の方に行くと多分英語がある。あ、なるほど、親切にめっちゃ書いてあるじゃないの、こちらでございますね、ありましたね。で、こちらの方も2つ入れて、で、あれですね、 DLC ない方はこちらの方入れていただくと。で、 DLC 私持ってるんで、こちら入れて、イベリアの 1.44 の方を消しますと、こうですね。で、この2つにしとくということになって思います。で、ベースはこの先ほど上書きしましたので、これで大丈夫ということになっております。で、これで OK ですね。はい、で、はい、ということでこちらの方、バスの方に来ましたよ。で、元マネージャーの、バスのプロフィールの元マネージャーね。で、こちらですね、 AI パックはいらない、これはいらないです。で、先ほどこれ消しました、こちらでございますね、こちらを抜いて、で、新しく入れた上の方に新しいのが来てますんで、こちらを入れますと、イベリアを入れますと。はい、で、ベースを一番上ですねにして、ヨーロッパ上のイベリアですね、あ、ちょ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 、こうですね、OK です。これでございます。で、変更確認しますと。で、こちらでゲーム起動してみます。はい、ということで、久しぶりにこちらまたロンドンの方に戻ってまいりましたよ。で、今回私マニュアルなんで今バックしてましたけども、こちらの方でね、ちょっとお仕事できるのかどうか一回やってみたいと思います。バスはそのまま使えてますね。あ、カーゴができないね。ということは、あれだ。トレーラーマネージャーで、パッセンジャーミディアム見ましょう。 OK、 はい、で、これでカーゴいけますね。作れてない方は、トレーラー購入で、パッセンジャーを作らなければなりません。
どれだ、あ、これですね。これでパッセンジャーのトレーラー作ってください。透明なトレーラーでお客さんを運ぶという点になっておりますのでね、あの箱車モットと一緒ですね。箱車のお仕事モットと一緒でございます。あの詳しくはね、私のあの最初の方の紹介動画に載ってますんで、で成功しますとこういう風にカーゴで出てきますので、乗ってんだ、行っちゃいましょう。はい、実際の交通規制に従って走行してください。あ、なぜかあれですね。はい、ということで皆さん、なんとですね、今現在シフターが壊れました。いやー、びっくり。まあ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 、まあ、そしてあれですね、実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。びっくりしたわ、本当に。シフター壊れることなんてあるんですな。右方向です。はい、ということで今来ましたので、お仕事取っていきたいと思います。左方向です。あ、またバス変わってますね。あら、すげえ。よいしょよいしょ。はい、エンターで、カーゴマーケットで、はいはいはい、こちらでございますね。引き受けちゃいます。はい、あ、やっぱり文字は出たまんまだ。緑色になればいいんですけどね。緑色にはやっぱりならないかな。やっぱなんませんね。で、これあの書いてある通り、これ丁寧に前回 1.44 から出るようになったんですけど、ターンオンオートマティックパーキングと、でプレスエンターを押してくださいっていうのが出てると思うんですけども、これエンターを押すと釣り込み始まりますんで、実際の交通規制に従って走行してください。適切なルートが見つかりませんので、透明なですね、あの箱車の単車モット、あのお仕事もそうなんですけども、透明なトレーラーがついてるっていう体なんですよね。でトレーラーをまっすぐにするっていうのが結構難しいので、あの緑色は基本なりません。ならないのでエンターボタンを押すということになっております。はい、ということで、まあ可もなく不可もなく、あの綺麗にあのお仕事がまあやっぱりできるということで、こちらの方ね、アップデートバス最近やってませんけども、またねちょっとこれお仕事やっていきたいと思いますので、まあ私あのバスワールドの方もやってますけども、バスの方もねちょこちょこ撮っていきたいと思いますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで本日はですね、バスモッド最新版の更新してみました。参考になった方ね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さんね、またマラバちゃんのユーロバスのシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。